朝鮮労働党総書記で朝鮮民主主義人民共和国国務委員長の敬愛する金正恩同志が新型大陸間弾道ミサイル火星砲17型の試射の成功に寄与したメンバーと共に記念写真を撮りました。キム・ジョンシク・チャンチャン派のお嬢同士が参加しました。金正恩総書記はこの11月18日に断行した火星砲17型の試射に多大な貢献をした赤旗中隊の戦闘員と国防科学研究機関の科学者・技術者、軍需工場の労働者に会い、歴史に記される意義深い記念写真を撮りました。金正恩総書記が娘と共に撮影場に出るや、参加者の皆は総書記を仰いで熱狂的な歓呼を浴びました。総書記は国防科学部門の人たちに熱烈な祝賀と心こもる温かい返礼を寄せました。総書記は我らの火星砲17型は確かに我が人民が自力でもたらした大きな創造物であり、戦略的力の偉大な実態であり、名実ともに朝鮮人民の火星砲である。いつものように我が党の革命業に絶対的に共感し支えていき、成功を確信し祈願してくれた人民に温かい感謝を送る。力と力による対決が勝敗を決める今の世界で、弱者ならぬ大地の強者になって初めて国と民族の現在と未来を守れるというのは歴史が見せる真理である。我々は収められた成果に慢心することなく、両手にしっかり握った我らの超強力を一層絶大なものに、一層不可逆的なものに固め、限界なしの国防力強化の無限大さを目指して引き続き拍車をかけていくべきである。我らの闘争目標と決心がはっきりし、党に限りなく忠実な国防科学部門の技術者の大陣営と勇ましい軍需部門の労働者階級がい、朝鮮人民の絶大な支持がある限り、我らの自衛力は世界最強の地位に上がるだろうと述べました。総書記はいつも自分の偉業に限りなく忠実であった我らの国防部門の科学者・技術者と軍需部門の労働者階級が、これからも国家核戦力建設の偉業を達成していく途上で自分たちが持つ重い使命感を一瞬たりとも忘れず、無条件の実行精神で奮闘して国の核戦争抑止力を非常な急ピッチで拡大強化するものとの期待と確信を表しました。ニュースをお伝えします。朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議常任委員会は26日、新型大陸間弾道ミサイル火星砲17型の代車第321号に朝鮮民主主義人民共和国英雄称号を授けることについての政令第1111号を発表しました。政令はアメリカの核覇権に立ち向かう名実ともの核強国であることを世界にはっきり示し、最強の大陸間弾道ミサイル保有国の異様を余すところなく轟かした新型大陸間弾道ミサイル火星砲17型の代車第321号に朝鮮民主主義人民共和国英雄称号とともに金星メダル及び国旗勲章第1級を授けると指摘しています。朝鮮労働党中央軍事委員会委員長の金正恩同志が朝鮮民主主義人民共和国の核戦力の強力な力を世界に誇り示した国防科学研究部門の活動家と科学者の階級表を挙げることについての命令第0037号を711年2022年11月26日に下しました。命令はチャンチャンガさんのほか一人に大将の階級表を、カンギョンホさんに上将の階級表を、チェ・ビョンワンさんのほか一人に中将の階級表を、チェ・チョルウンさんのほか8人に少将の階級表を、ハングムボクさんのほか18人に大佐の階級表を、パクカンチョルさんのほか43人に上佐の階級表を、アンチョローさんのほか17人に中佐の階級賞を、キムミョンナムさんのほか2人に少佐の階級賞を、
ソン・ギョン・イルさんのほか5人にタイの階級票を、キム・ヘリョンさんに上位の階級票を、リュウ・ヒョクさんに9位の階級票を授けるとなったよ。国防科学院ミサイル部門の科学者、技術者、労働者活動家が敬愛する金正恩総書記に21日、忠誠を誓う決意の手紙を捧げました。手紙は5年前、ファソン砲15型の兵器システムの開発を大成功へと導き、共和国武力の大陸間弾道ミサイル部隊を武装させて、国家核戦力完成の歴史的大業を成し遂げた金正恩総書記は、相次いでファソン砲17型の種子と開発方向を示し、ミサイルの外形と発動機の選定、台車の自走化、地下発射場の準備、ミサイルの塗装の方法に至るまで細かく教えた。敵に衝撃と恐怖を与え、朝鮮人民を歓喜に沸き返らせた新型大陸間弾道ミサイルファソン砲17型は、総書記の不眠不休の前線視察への道、先生の絶大な信頼が生んだ大きな賜物であり、名実ともに総書記のファソン砲、金正恩同士の絶大兵器である。ミサイル部門の活動家と科学者、技術者、労働者たちは改めて誓う。いつも緊張した動員体制を緩めず、常に心の中に必勝不敗の敵愾心を持っていき、主権の助存のミサイル科学者、戦闘員としての聖なる使命を全うする。助存のミサイルはひたすら総書記が示す方向へと飛んでいくだろう。我が党と国家、これこそ偉大な手腕で、社会主義諸村の百戦百勝の旗印である総書記の安寧を心から祈る。こう述べています。青年ビフアクチブ会議が平壌市と黄平南道、ジャガン道、ラソン市、ケソン市、平壌建設委員会青年同盟委員会でそれぞれ行われました。地域と機関の党、青年同盟の活動家、ビフアクチブ青年学生が会議に参加しました。会議では基調演説の末で発言がありました。発言した人たちは、偉大なキム・イルソン主席と偉大な金正恩国防委員長の独創的な青年重視の思想を輝かせる敬愛する金正恩総書記の卓越した導きのもとに、社会主義建設の全面的発展とともに祖孫の青年運動の新たな全盛期が開かれている。青年の中で美徳と美風の主人公が日増しに増えているのは、祖孫労働党の青年重視の思想と青年重視の政治がもたらした誇らしい結実で、その偉大な生命力の明白な故事となる。こう述べ、偉大な我が国家の全面的な復興のための戦いで奇跡と遺訓を生み出す決意を表しました。国家科学技術委員会の主催によって10日に始まった全国ロボット部門の科学技術の成果展示会2022が、多くの人々の関心の中に行われています。技術貿易サービスシステム自協力のホームページを通じて行われる展示会には、生産工程のオートメ化、無人化、多機能化を実現し、世界的な競争力を持つ先端技術製品を積極的に開発することについての祖孫労働党の政策を実行する過程に得た数百の成果の資料が出品されました。多くの人がバーチャル方式の展示会を見て、成果と経験を交流し、技術の提供も受けて、展示品に対する自分たちの見解を発表しています。在日祖孫人の我が民族フォーラム2022が20日、東京にある祖孫大学校で行われました。総連中央常任委員会、フー・ジョンマン議長と、パク・クホ第一副議長兼組織局長、ナム・スンゴ副議長、ペイ・ジンゴ副議長兼事務総局長、チョ・イルヨン副議長、ソン・グンハコ副議長兼教育局長、ソ・チュンオン副議長兼国際統一局長、カン・チュリョン副議長兼大日本祖孫民主女性同盟中央常任委員会委員長、総連中央の各局長、総連本部委員長と中央団体事業体の責任者、青少会、
大日本朝鮮青年商工会チェ・ビョンホ会長など政商会のメンバーと代表在日朝鮮人がこれに参加しました。催しは政商会の主催で豊かな同胞社会のためにつぼみの未来のためというテーマで行われました。まず敬愛する金正恩総書記が総連第25回連帯大会の参加者に送った綱領となる書簡にのっとり、東京都足立地域政商会と茨城県政商会、京都府伏見地域政商会などの役員がこの1年間日本各地で同胞社会と民族教育の発展のため活動した状況が紹介されました。催しでは発言がありました。催しでは祖国から送られた青年学生の特別講演のビデオが上映され、スポーツ競技とクムガンサン歌劇団東京朝鮮歌舞団の講演が披露されました。以上でこの時間のニュースを終わります。新ヨンギル関村議がお伝えしました。こちらは朝鮮の声放送です。電力増産の秘訣。平壌の電力生産地である平壌火力発電所で電力増産に励んでいます。発電所では5カ年計画を遂行する上で要の年である今年に入って今まで電力生産の計画を日別、月別、四半期別に互えず達成しました。発電所では生産を正常化する一方、ボイラーの補修と近代化のための技術革新に力を入れて電力増産に役立てています。近頃自動化職場の近代化室の労働者と技術者はプラズマ着火及び燃焼安定化のためのコントロール設備の組み立てを3日間で終える成果を収めました。熱設備補修分事業所の労働者キム・バンヒョクさんのお話です。우리는그불안증세에필요한영접등수요를원만히보장하기위해서私たちは補修工事に必要な溶接棒を円滑に保証するために技術を革新し、使い道がなくて捨てられていた鋼筋工の廃棄物で多くの溶接棒を作り出しました。また交代同士助け合う気風を発揮して準備時間を短くし補修期日を早めました。発電所で行われている生産工程の近代化と技術革新は市の需要を賄うための電力増産へとつながっています。電力増産の秘訣、こう題してお話ししました。人民的な労働法典。朝鮮では全ての勤労者が法的に保護され、張り合いのある楽しい創造的労働をしながら幸せな生活を営んでいます。朝鮮民主主義人民共和国社会主義労働法は主政67年1978年4月に採択されました。この法は勤労人民大衆が国の主人、労働の主人としての責任と役割を果たすようにする人民的法典です。社会主義労働法によって全ての勤労者は希望と才能に応じて職業を選び、国家から安定した職場と労働条件を保障されています。社会主義労働法第3条には、朝鮮民主主義人民共和国の勤労者は一人はみんなのために、みんなは一人のためにという集団主義の原則に従って助け合い導き合いながら共同で働くと規定されています。朝鮮人民は人のために自分を捧げるのを人生の喜びとし合わせ、集団と国家の利益のため献身的に尽くすのを生きがいとみなしています。それで誰もが国と人民のため職場で集団的革新を起こし、模範労働者、奇跡の創造者となっています。社会主義労働法第24条は、朝鮮民主主義人民共和国で公民の地位は
労働の誠実さによって規定されるとなっています。諸村の社会では自分の汗と努力で職場で献身的に働き、国の富を増やしていく人を愛国的な社会主義勤労者として押し立てています。模範労働者、功労のある人たちのために国レベルの宴会が催され、その人たちに近代的な住宅が一番先にあてがわれています。社会主義労働法第50条には、国家は学業を専門とする教育システムとともに、働きながら学ぶいろいろな形の教育システムを通じて勤労者を最新科学技術を体得し、近代的な機械設備を上手に扱い、人民経済を巧みに管理し運営できる有能な人材に育てると規定されています。これによって数多くの人が働きながら学ぶ教育システムに加わって学び、その中から大勢の知識型の勤労者、工夫の名人、労働者の発明家が輩出しました。働く人が一番大事にされ、すべてのものが働く人に奉仕する、これが諸村の社会主義労働制度の特徴です。人民的な労働法典についてお話ししました。